東京グール理想の写真。皆さんこんにちは。テレビアニメ東京グール RE 佐々木廃生役の花江敦樹です。あ、どうも皆さん、ボンジュール。トレビアンこと月山修です。よろしくお願いします。月山さんです。月種類こと堀知恵半めぐみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうした佐々木？月山さん、 Who are you？ 腹筋が辛い。あ、一応あの宮野守さんです。ああ、もう10。あそこ行ってなかった。さあ、ということで、この番組はですね、テレビアニメ東京グール RE に出演するメンバーが毎回D の頭文字から始まる何かしらの企画をお届けしていくという番組なんですけれども、まあ今回もゲストということで、宮野さんとハンちゃんがいらっしゃいました。よろしくお願いします。ね、月山さんの会社ですからね。ああ、金くん、ここね、月山さんの財閥の。そう、ようこそ、ようこそ。いいところですね。パパンが、パパンが。はい、まあ前回それはパパンです。じゃあ今回もビクル僕やばいな。今回のテーマ、そうだね、理想の写真です。堀知恵がいるからね。あ、そうですね。そうだね、そうだね。堀知恵がいるという。そうだね。だいぶもう、あの、去ってます。そうだね、今も去ってます。はい、トレビ、トレビ、トレビ。かんちゃん演じる堀知恵は、月山さんの、グルメシーンだったり、悲しむ月山さんなど様々な角度から写真を撮っていました、そうだね。なので、理想の写真とは一体何なのかというのを、今日追求していきたいと思います。ということで今回こちら、じゃーん、一眼カメラです。さあ、これから僕らがカメラマンとなります。そして、まあ、誰かが被写体となって写真を撮ってみたいと思います。そうです、キャメラマン。キャメラマン、すみません、キャメラマン。いいキャメラだね。そしてですね、その中からまあいい写真をこう選んでいきたいと思います。まあもちろんあの NG のね写真もあると思うんで、まあ事務所が OK を出したいい写真をこうちょっと皆さんに見ていただきたいということで、こちらのボックス、こっちには僕らの名前、被写体の名前、そしてこっちにはホニャララをしているというね、シチュエーションのお題が入っていますので、この指示に従いつつ写真を撮っていきたいと思います。とってもしもないものが出るんだろうな。とってもしもないものいろいろ入ってる。とんでもないお題が出るんだろうな。楽しみだな。例えば、爽やかに髪をかき上げてとか、そんな程度かい。あと大笑いしているとか。そんな程度かい。全員おー、やろうか。ないでしょ、絶対ないでしょ。まずじゃあカメラマン、はい、誰が宮野さんがが、カメラマン、いや、ハンちゃん、ハンめぐみよ。全裸やだな。出会った、傘を差しながら雨止んだかなと空を確認する。あー、アイドルカット。絶対あんまりやらない。大変な顔しちゃダメだよ。そう、もう本当にこれもうそういうシチュエーションだから、あんちゃん、雨止んだかなっていう確認だから。もう恥ずかしいんだもん、ふとした瞬間。恥ずかしいのがいいんだから。そうそうそう、恥ずかしいのがいい。変な顔に逃げちゃ絶対ダメ。さあ、では早速撮っていきましょう。あ、行こうか。撮影会始めます。いいよ、いい感じ。いいよ、本当。もうどんどん撮っていくから。え、置いていい。自分の中であんちゃんストーリー作って。雨止んだから、あ、いい、あ、いい表情。いいよ、いい表情。あ、いいよ、今、今、あ、今、今、あ、可愛い。で、ちょっと手出して。あ、やんだかな、やんだかな。あ、誰か呼んでる。あ、なにこっち。あ、やりたい。でね、あ、僕です。あ、カメラマン。あ、宮野さん。あ、俺だろうね。来ましたね。シチュエーションは会議で上司からめっちゃ怒られてうなだれている。はい、ミスです。ここも俺自由に動き回るから。はい、わかりました。あの、君のタイミングで来てくれれば、はい、あのもうバッてやるから。うなだれてる、うなだれてる。目上がってた、上がってた。気持ちはめっちゃうなだれてる、めっちゃ上がってた。じゃあポーズはちょっとスターが出ちゃうんだよね。はい、いや、ほんとに。いや、顔すっごいなんだ。そっち、そっちじゃない、カメラそっちじゃない。あ、やばい、こういうやつね、こういうやつね、こういう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 。あー、そうどこ向いてます。こういう、こういうやつかね。
あ、うなだれてる。これうなだれてる。ちょっともう足かける感じのね。はい、こうやって足。あ、いい、なんかこの絵面がもう。あ、なんだこれは。ちょっと待って、ピンなんかな。え、何してんすか。違う。うなだれ。え進撃してる。怖い。食べろ。あ、これいい。これいい。あ、これ。あ、いい。これいい。あ、いい。あ、いいよ。これ疲れます。あやくん、全部同じ顔だよ。あ、花江くんが、はい、パンちゃんを王様のようにふんぞり返って椅子に座ってるところをね。これ変顔 OK ですか？これはもう自由にしてる。やったもう自由にしたい。でも王様だからね、王様の顔して、貫禄というか、うん、愛あの、王より目立つ王様なんで。あ、ごめんなさい。はい、はい、いいよなんでよ、もうなんでよ、もうあ、ふんぞり返った、愛いい顔、いいよ、いい顔、来ないんですか？はい、そうだよ。パンちゃんが、パンちゃんが、あった、パンちゃんが、あ、やったミヤノマモ全然朝目が覚めたら、現場の集合時間だった時のやらかしちゃった時の感じの俺いつもこうやって寝てるから。そうでしょ。でもそろそろ集合時間なんじゃないですか。ビビ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 あ、起きた起きた。うん。ああ。気づくんじゃないですか。時間だ。あ、今何時だ。何時だ。あれ。楽しみにしていたアイスクリームを勝手に食べられて怒りに震える。これアイスさんの時こうだろ。これまたあのアイスもそれですか。勝手に食べる人がほらいないと。あっ、あっ、あっ、はい、ではですね、そろそろエンディングの時間なんですけれども、どうでしたか、理想の写真。撮れましたね。撮れたんじゃないかな。うん、でも普段なんかこう、ね、人を撮るってあんまりないから。確かに、しかも動いてる人を撮るってなかなかない。テーマを決めて撮るとなんかいいですね。カメラマンさん大変なんだなって思いました。そうですね。いろんな人の気持ちが分かるいい番組です。いい終わり。普段の撮影もあんなに動くんですか。いや、結構動きますよ。あ、結構動きます。だからちゃんと動物撮る用のカメラで来てます。こと言ってくれるカメラマンさんもいて、宮野さんの動きに対応できるようにみたいなね。ね、それぐらいこっちもね、はい、アクションしていかないと。なるほど、はい、一つ勉強になります。エンターテインメントなんで写真もね。ではお付き合いいただきありがとうございました。今回はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は東京グール RE 佐々木ハイス役の花江夏樹と、トレビアンでおなじみ付き合いまして役の宮野守と、はい、堀知恵役の半恵美でした。バイバイ。